待て、シンジ。どういうことだ。説明しろ。あんな薬、なぜお前が持ってる。聞いたことだけはある。ペルソナの制御がうまくいかない場合、無理やり抑え込む薬があるとな。だがあれの副作用は。お前も使ってるのか。どうなんだ。てめえに話す義理じゃねえ。貴様はいつもそうだ。そうやって。てめえの言い分なんぞ分かってんだよ。力があんのに使おうとしねえ、そういう半端なのが気に食わねえんだろう。聞き飽きたぜ、この正論バカが。全然分かってねえ。お前は知ってるはずだな。10年前、孤児院が火事で焼け落ちた時、俺は妹を救えなかった。あの時の俺には飛び込むどころか、止める大人の腕を振り切る力さえなかった。だから俺は力にこだわってきた。お前だって同じだったはずだ。俺たちだけでも生きていけるように、一緒に強くなろうって。なのになぜだ。なぜ俺に黙って薬なんかで力を抑えた。俺は戦いに戻ったんだ。もう文句ねえだろうが。くそ。副作用はもう出てるのか。今の俺にはやるべきことがある。こいつはけじめだ。俺にしか務まらねえ。やるべきこと。いいか、いつまでも俺につきまとってんじゃねえ。てめえはてめえで信じた道を行きやがれ。いいな。